皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールが今日もマリオメーカー遊んでいきたいと思います。今回はスペルマママンチョフさん、テレサウォールのパンプキンロード、クリア率 16% のベストクリアタイム2分49秒。これまた長いな。まあ、クリア率高いんでね、そんなに心配はないと思います。強制スクロールか。なるほど、また何かに乗っていったりするギミックがあるのかな。一応チェック、ここには何にもない。はい、お邪魔しましょう。下にカボチャがたくさん埋まってますね。なるほど、このテレサ両脇にいるやつ、こいつらにやられないように気をつけて進んでいけよっていうコースだね。まずは邪魔な敵は始末する。はっはっはっは。赤コインがある。そして倒す。ここ上行けないかな。ファイヤー、よし。やばい、ここ今壁キックしようとしちゃった。もうスピランノーになってるな。あ、今のところ上行けたんじゃないの。もったいないな、上行ければよかったな。もしやられちゃったら次は上行こう。でももうやられないから大丈夫。やっぱりね、ここにもなんかあった。1アップ、ルートは違うけどちゃんと回収することはできました。よかった。なんとなくこういう仮面見つけると踏んでいきたくなりませんか皆さん。え、そんなことはない。怖い怖い怖い。強制スクロールだから動きが読めない。投げちゃった。はい、トゲコンボ。ここはキノコかな。ピンクコイン回収して、神を倒して、次このパックもファイヤーマリオの優しさ。ファイヤーマリオ無敵じゃないですか。なんなんだこの強さは。どっちかっていうとスーパーマリオメーカーではファイヤーって弱い部類な気がしません、イメージ的に。でもやっぱりね、本当はこうやってちゃんと使える素晴らしい能力なんですよ。ここでようやく中間ポイントか。結構中間まで長いですね。テレサがどっかに行ってしまった。パンプキンロード。お、またどっかから現れたテレサ。ファイヤー。上には何にもナッシング。あ、うわー、やられるところだった。今笑われたよ、本気で。ちくしょう。やっぱりね、一生懸命やってるのを笑っちゃダメですよ。うん。上の仮面も下の仮面も倒しておこうと思ったけど、こっちはなんか使えそうな気がする。特に使えないか。上の赤コインあれどうやって取るんだろう。よいしょ。仮面、いやー、取れない取れない取れない。仮面を使わないとダメだったのか。仮面倒しちゃったからな。よいしょ。ちょっとね、短いコースだったらともかくこのコース長いんで、もう一回やるのはきついな。右側に寄せられて、無敵のファイヤーが火を吹いていくる。これは中身は何にもなしんで、ピンクコイン、まあ、取り逃しちゃってるけど、できるだけ全部取っていきましょう。そうしよう。何ですか、このガリガリ。これ中身は青じゃなきゃダメでしょう。許さんぞ。そして、ピンクコインが1枚足りない、もったいない。ちくしょう。興味のある方は試してみてください。いやー、やっぱりね、スペルマママンチョフさんのコースは背景とかの作り込みがものすごく凝ってますよね。テレサウォールのパンプキンロード、ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくれ。お次はこちらのコース遊んでいきましょう。 1-4 クッパ軍団襲来。チャレンジ数が96分の8、 8.33%、 ベストクリアタイムは1分33秒。これまた割と長めなコースになっているようです。早速遊んでいこう。一体何匹のクッパを倒せばいいんだろう。クッパがどっか行っちゃったよ。この例敵前逃亡するとは情けないやつだな。クッパめ、ごめんなさい。帰ってきた。あー、またどっか行っちゃった。やっぱりこの俺に恐れをなしたんだよね。まあ、わかるけどね、逃げたくなる気持ちはね。よいしょ。ワンワンさん怖いです。お願いします、逃げさせてください。ザラミロワンワン、お前なんか怖くもなんともないんだぜ。次は何だろう。下だとは思うけど、一応上にも覗いてみよう。これは上？上だね。下は行き止まりなのかな。中身ファイヤーだよね。よかった。でボム兵さんが床を壊したの、やめて。よいしょ。できるだけ上で行くよ。おい、
ファイヤーバーも、これはこのぐらいだったら動きをしっかり見ていけば楽勝楽勝。ドッスンは上はこうやっていけなそうかな。まあいいか、落ち着いていけば問題なし。ングそろそろ中間あるんじゃないの。やったぜ、7光は楽勝なんだけども、7光よりクリボーの方が強い。よいしょ、こうやっていけば大丈夫。あ、なるほどね、 P スイッチの効果が切れちゃうと今度は亀が出てくるんだ。亀の方が7光より厄介。うわー、マジで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 、あー、畜生めよし、ちょっとね、今のは黙って集中してやらないと難易度高いわ。これでまだでも、やっぱ1匹目でしょ。こいつ倒さなきゃだね。めんどくさい。よっしゃ。まあ、無限にファイヤーが出てくるんで倒すのは楽勝。あ、倒さなきゃゴールできないんじゃん。よっしゃ。最初からそうと言ってくれれば、いいのに。オッケー。これで、一応中身チェック。あ、一応発見やったね。ありがとうございます。これでクッパ親子を今回も懲らしめることができました。悪魔のようなマリオに手によって。1-4クッパ軍団襲来、ドラえもんさんのコースありがとうございます。それでは今日はもう1コース遊んでいきましょう。はい、お待たせいたしました。今日のラストはこちらです。一回クリアしちゃってるんですけど、海なぎママさんのコース、YouTuber の方でございます。爽やかな40秒スピードラン。こちらのコースを遊んでいきたいと思います。まだ2コースしか投稿はしてらっしゃらないんですけどね。両方とも、なかなか面白い難易度になってますよ。皆さんも遊んでみてください。今のところ3段ジャンプでもこうやって普通にでもいけるんで、お好きな方法でどうぞ。パウを投げて、ここヒップドロップで、バニーに弾かれようと思ったけど弾いてくれなかった。縮小目パックン越えて、もう一回パックン越えて、メットに追いつかれないように進んでいく。よいしょ、パウを投げたらこっからダッシュだぜ。バネで弾かれて P スイッチの効果が切れる前にと思ったけど、もう一回踏んでくれるんだね、優しいわ。あー、詰まった詰まった、縮小届かー、届いた。残り3秒残り3秒あ、畜生めー、遊びすぎちゃった。さて、じゃあ今度は華麗に決めていくよ。くるんとやって2-3狩り、あー、オッケー。あ、しまった、どうせ梅なぎママさんのコースやってるんだから、あのセリフを使わない手はなかったんだ。次は使おう、しっかりと。よいしょ、くるくるくる、しまった、また言えなかった。普段はパクってるくせにね、なんでこういう時に言えないんだ、あのセリフ。次はちゃんと言わないと。よいしょ、しまった、言えなかった。よっしゃ、間に合った。結局一回も海なぎママさんのあのセリフを言うことができませんでしたね。いつもの実況で私使いまくってるんですけどね。どんなセリフだか気になる方は、海なぎママさんのマリオメーカー実況を見に行ってください。ああ、このセリフかとすぐにわかるんじゃないかなと思います。そして今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。